こんにちは、京都のサイクルショップエイリーのリッキーです。今回は日本のブランドであるコーダブルームのカーボンロードバイク、ストラウスプロディスクの上位モデル、ストラウスプロレース2がリリースされ、早速コーダブルームさんより試乗車特別モデルをお借りすることができたので、インプレッションと合わせてご紹介していきたいと思います。まずご購入を検討される前に注意点を。ストラウスプロレース2の完成車モデルはコーダブルーム直営店のみの販売となり、当店のような取扱店はフレームセットのみの販売となりますのでご注意ください。当然組み付けなどのご依頼は受け付けておりますので、ぜひご相談くださいね。ということで今回はフレームの解説になります。それでは早速お話をしていきましょう。コーダブルームの新フラッグシップモデル、ストラウスプロレース2。昨今ではエアロロードなどのフレームがトレンドとなっている中、フレームのシルエットから分かる通りバランス型のカーボンロードバイクです。これは日本という土壌ではアップダウンを繰り返し、直線的な道は少なくつづら道が多い、エアロロードが活躍できるコースが少ないと、あえての日本国内でもエアロロードが正解なのかというアンチテーゼを感じさせてくれるモデルとなっています。ただしバランス型ロードバイクであるため、超剛性を求めているライダーや超軽量を求めているライダーにとっては少し物足りなさを感じる内容かもしれません。加えメーカーのキャッチフレーズは山を競い峠を楽しむレーシングロードバイクとありますが、ポピュラーなヒルクライムロードのようにフレーム前三角形にかなり剛性を持たせている印象は少なく、ピュアヒルクライムロードというよりかはヒルクライムロードにオールラウンダー要素を取り入れたといった内容になっています。とはいえレースで活躍できるモデルというだけあって、ポタリング用途としては硬い印象。軽めのギアでくるくる回しながら走るというよりかは、少し重いギアでぐいぐい踏み込んでいくのが得意なバイクとなっています。ストラウスプロレース2の性能を生かそうと思うと、スプリンターほどの脚質まではいらないけれども、それなりに競技としてトレーニングした脚力は必要だと思います。コーダブルームというブランドは日本国内においての成果を探求し続けるブランド、ストラウスプロレース2にもその思いが込められ、国内ライダーにとって最も適したロードバイクを目指したモデルと言えますね。次にスペックです。フレーム素材は T800 カーボンをメインに EPS 製法で作られています。 T800 カーボンは弾性率と引っ張り強度のバランスが良く、オールラウンド系ロードバイクと相性が良いグレード。昨今ではエアロロードや超剛性のカーボンロードが人気で、剛性の高い T1000 や T1100 カーボンを採用されていますが、こちらはプロ選手のように日々のトレーニングで仕上げられた脚力があってこそのアスリート仕様。そうでない限りは T800 は多くのユーザーにとって扱いやすいグレードといえます。またフレーム単体での重量が 820g と、前作のストラウスプロディスクより 250g の軽減に成功。コーダブルームディスクロードの中では最軽量、タブランドと比べても十分な軽量フレームとなっています。パイプ成形では非対称チェーンステイ BB 周りでパワーを効率よく伝達できつつ、シートチューブシートステイ周りで振動吸収性をアップさせる横剛性、振動吸収性、
空気抵抗に配慮された立体的な成形を採用し、ロードらしい踏み込みの反応性を出しつつ、体へのストレスもできるだけ取り除くことができる設計になっています。さらにジオメトリーはポピュラーなピュアロード設計で、ヒルクライム用というよりかはバランスを重視した内容。ただチェーンステーチョーに余力を持たせている点は、タイヤ幅に配慮したものと考えられ、昨今の太めタイヤのトレンドを取り入れたもの。今回お借りしたサンプル車では 25C のタイヤが入っていますが、 30C でも大丈夫そうなクリアランスで、バランスが良く幅広い路面に対応できる多彩なレースにも使えるように考えられた内容になっています。そしてさらにおすすめできるポイントとして、メンテナンス面で非常にありがたい仕様になっている点が挙げられます。ケーブルのルーティングにおいて、フル内装、セミ内装、外装に加え、 DI2 などの電動コンポ、機械式コンポのすべてのパターンに対応。現行のディスクロードコンポであれば、ほとんどインストールが可能な仕様になっています。この仕様により、カスタムし使い慣れた現行ディスクロードのパーツを有効活用し、完全の世界が可能となる、ユーザーに優しい設計になっていますね。ストラウスプロレース2のフレームは、超軽量や超剛性に特化されたモデルではなく、バランスに特化されたモデルという印象。ただ軽量剛性も備わっているので、ヒルクライムをしっかり攻めつつも、レース終盤まで足を残すことができるような、日本のライダーの誰もが扱いやすく取り入れやすい、いろいろなシチュエーションで快適に力強く楽しめるフレームになっていると思います。その他スペックです。少し気になる点が価格です。正直コスパが良いとは言い切れません。コスパ優秀と評価が高かったコーダブルームが、新しく高次元のスポーツバイクのブランドイメージを作り上げていくために、フラッグシップモデルを作ったと考えると妥当と言えなくもないです。ただしコーダブルームはコストパフォーマンスが優秀というイメージはまだまだ根強くあり、直営店限定のバイクキットであればポピュラーな価格設定という印象もありますが、フレーム単体ではもう少し安かったらなというのが本音です。あくまで個人的な希望ですが、誰もが手に入れやすくて日本のライダーファーストな走行性能を発信し続ける信頼あるブランドというものを、コーダブルームさんには今後も模索していってもらいたいものです。ではせっかく試乗車用特別モデルをお借りすることができたので、少し長めのライドでインプレをしてきましたので、そちらもご覧ください。はい、こんにちは、京都のサイクルショップ襟乗り機です。花瀬の峠の麓まで来てます。先日ね、レビューをしようと思ってね、花瀬に挑戦したんですけど、途中でね熱中症になっちゃって、ギブアップしたんで、ちょっと今日はリベンジと参りたいと思います。コーダブルームのストラウス、フルカーボンストラウスの、プロレース2、新しいフラッグシップモデルですね。ロゴのねラメがかなりかっこいいです。いいですね。でトップチューブにはストラウスの
ロゴが入ってます。かっこいいですよね。このロゴ結構僕好きですね。グレーのね、少し、ラメがかかったカラーで、ちょっと分かりにくいですよね。ラメがかかったカラーになってます。エイリンでは、フレームのみの販売になってます。でコーダーブルームのショップではセット販売って言ってね、ホイールとか、梱包をつけた状態での販売もされています。今回はね、コーダーブルームさんにお借りしまして、これね完全なレース仕様なんですけれども、僕みたいなねおっちゃんが乗っても楽しめる自転車なのか、ちょっと楽しみですね。では登っていきたいと思います。ではでは行ってきます。まず花瀬なんですけど、最初から飛ばした僕は持たないということでね、通常レースであればねがっつり行くんでしょうけど、ゆっくり行かせてもらいます。やっぱりね軽量ロードっていうだけあって踏み込み楽ですねめっちゃ楽です。踏んだ時のキビキビ感はあるものの、こうしなって伸びるという感じはなくてですね、しっかり踏んで回していればですね、まあがっつり進むので、その点においてはねどっちかというと本当にレース仕様なんでしょうね。山が苦手でなおかつ貧脚の僕にはですね、ちょっとしなりを生かした漕ぎ方ができないので、結局のところね踏んだ分ちゃんと進んでくれるので、コツコツと登る感じで行ってみたいと思います。よいしょ。しんどい。いやまあしんどいですね。さっきバイクのお兄さんが花瀬の方にクマが出たということで、ヒーってなりましたね。さっき通ったんですけどって思いましたクマか、やっぱいるんやな。ヒルクライムロードっていう形になってますけど、やっぱり巡行はしやすいですね。ペダルをね踏んだ分まっすぐにね推進力に変わる感じはねしっかりとあって、いや正直ずっと向かい風でしんどいんですけど、いやいやなかなかよく走れますね。いいですよ。気持ちいい。やば、スプライトうまそう。今日はずっと向かい風、本当にずっと向かい風。さあウッディ渓谷に着きました。熱い、絶対アイス食べたんで。はい、じゃあウッディ渓谷着きました。
赤じそコーンソフトを食べながら、レビューしていきたいと思います。めっちゃ溶けるわ。うまいけど溶ける。はい、ということでね、ウッディ渓北に着きました。深山コーヒーミルクを飲みながらレビューをしていきたいなというふうに思います。いただきます。深山牛乳おいしい。まずなんですけど、巡航楽でしたね。いやースピードもしっかり乗るし、振動吸収性が結構高いのか、結構ね疲れずに走ることができましたね。これはね良かったところですね。やっぱりね軽量モデルだけあって、ちょっとしたアップダウンも気にせず走ることができたので、まあそこもね疲れなかった理由かなというふうに思いますね。で山なんですよね。花瀬ね越えてきたんですけど、山ですね、正直一番最初しんどかった。なんでだろうっていうふうに思ったんですけど、この子ねわりかしランシングをきちっと組み合わせながらトルクでグイグイと登っていくと、いやいやスイスイ進むって感じなんですよ。で逆に僕自身結構ね貧脚なので、くるくるギア軽くしてくるくる回すタイプなんですよね。最初ねそういう、登り方をしてるとしんどかった。ちょっとトルク重視でですね、ぐんぐん登っていくタイプですね。そういう子なんかにはちょうどいいんじゃないでしょうかね。ちょうどね山でもねアタックを仕掛けることができるような自転車なんじゃないかなというふうに思います。なのでね、やはりしっかりとしたレース志向なんですね。山岳地帯でもしっかりとアタックを仕掛けることができると、なおかつ、平地巡行では足を使わずにですね、しっかりと巡行することができるっていう、しっかりとしたレース仕様になっているんだなというのが僕の感想ですね。最後もう一個山峠を越えて帰ることになります。まあまあ今度はね登り方も分かってるんで、しっかりと登って帰ろうかなというふうに思います。着いた驚異峠。ギアを意識してグッグッと登っていくと楽でしたね。やば、これは飛ばせへん。いや絶対台風の影響やな。これは飛ばせへんわ。安全運転で帰ろう。合計ほぼほぼ100キロ走ってきて、た感想ですね。正直ね足がまだ残ってます。はい、まあまあまあ疲れてはいるんですけれども、普段よりね最後の一漕ぎができるようなね、ちょっと足が残せているというか、こういうのって多分レースとかでは最後のスプリントとか、ね、最後に振り絞る力を残すっていうところが、ポイントになってくるっていう場面もありますからね、そういう点でも、このフレームは結構良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ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 、私の貧脚で分かるのはこんなもんでしょうかね。なかなか楽しいライドでしたね。さあもうお店に着きます。お疲れ様でした。バイバイ。それではコーダブルームストラウスプロレース2のまとめです。まず完成車販売はコーダブルーム直営店のみです。取扱店はフレームセット販売となりますのでご注意ください。次にフレームタイプはバランス型のカーボンフレームで、軽量性、剛性を意識したヒルクライムモデルながら
振動吸収性も盛り込み、オールラウンダー要素もしっかり取り入れた走行性能です。そしてレースモデルというだけあって、ポタライダーにとってはちょっと固めなので、購入時はご自身の脚力と相談しましょう。ストラウスプロレース2はダンシングでの反応性、剛性やシッティングでのグッと踏み込むシーンにも対応し、ヒルクライムを攻めつつ、軽量かつフレームの振動吸収性の恩恵もあり、長距離を走ったレース終盤に余力を残すことができるという印象で、まさに日本のレースシーン、土壌、人に合ったロードバイクと感じさせてくれました。山も登れるバランス特化型のカーボンロードを探されている方にとっては、選択肢の一つといえるストラウスプロレース2、ぜひいかがでしょうか。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。購入を検討されている方はこの動画を参考にしていただければなと思います。ちなみにブログの方でもご紹介していますので、そちらの方もご覧になってみてくださいね。また商品のお問い合わせや実際に乗ってみた方はレビューなどコメントをいただけると嬉しいです。そしてもしこの動画を気に入ってもらえたなら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると励みになります。ぜひよろしくお願いします。